キリンメッツコーラ。脂っこいものばっかり食べてたらダメってことだ。ちっちゃく書いてある。5から15キロカロリー。スカートのウエストみたいにこう、ゆとりがあるね。美味しいとかまずいとかじゃないわけよ。コーラとしてありなのかどうかを確かめるためには、他のコーラとの違いを調べなきゃいけないわけだよ。目隠しして、飲み比べてみるから。え？目が寄りすぎちゃってる。笑ってると分かっちゃうだろ、順番とかが。おい、何それ、びっくりしたよ。あんまりどっさり入れなくていいよ。なんかじゅわーって言ってるけど、全部飲めるかチャレンジじゃないからね。お、びっくりしたわ。ねえねえ、開ける前は開けるって言ってくれる？それ、何？どうにかなんないの、その顔。なんか音が違うんだけど。同じだよ。同じ？見えてるかい？すべてお見通しだぞ。だいたい俺コーラは相当飲んでるから、ほとんどのやつは味わかるから。これがネックス、これです。これが、これで、これが、これです。これが、うん、これでも。じゃあいただきます。これメックスだな。当たりでございます。はい。これが特報かもしれない。体に良さそう。これは、これコーラじゃないな。お前コーラじゃないの混ぜたろ。それ混ざってるよ。やっぱりだ。あ、そんなに多く入れちゃい嫌いやつだな。おお、飲めるもの入れてんだ。飲めますよ。飲んでいいやつ入れてる。飲んでいいよ。あ、健康ドリンクって書いてある。あ、特報か。これ特報だ、多分。あ、そうですか。うん。第2候補。ラストです。はい。はい、うわぁ。これさっきの特報が混ざってんのかな、口の中で。これ多分コーラだ。コカ・コーラ、これ。これですね。うん、これだな。そう、特報これ。そう、ちょっと脂っこいもんなんか準備してくれる。よし、はい、よし、特報で健康にいただきます。うん、おっさんになってくると強炭酸って苦手なんだよ。ほう、微炭酸っていうのがやっぱりね、食事と合わせたりするときに嬉しい。うん、ゲップも出ないしね、あんまり。うん、いやー、これはいいわ。っていうことで、ボトルくれ。特保。今俺が特保飲んでたろ。あ、今のやつの？え、ちょっと待って。今のやつってどういうこと？はい、これです。ちっちゃくないです。これかよ。もうほぼの黄色いやつはこれですね。いやー、これは違うわ。本当の特保ちょうだい。微炭酸だね。いや、これでも安心だね。キリンメッツコーラでした。カロリーが内系のコーラたちは、すごく薬感が強くなってるから、こういったものと正直ほんと区別があんまりつかないと思う。それか、これのクオリティが上がってきてるからだね。おばーい。いや、炭酸あるんぞ、これ。ない。炭酸あるよ。目隠ししたらわかんないね。ごちそうさまでした。アメリカン感。使う気でいるなよ、お前。いいか、使うかどうかは、その時のなんか雰囲気で決めろ。わかった？最初から使う気でいたら俺、わかっちゃうだろ？それを使ってあるって。